ミッシー、タガ、コトネ、モホ、私たちはチェゴでーす。本日は原宿と新宿で10万円分お買い物してきたぜ。イエーイ。はい、皆さん、1人10万円だと思った人手挙げて。のの3人で10万円です。イエーイ。まあ、私たちね、ご覧の通りお金ないので、皆さん動画ねたくさんぜひ お願いします。1人3万円以上ぐらいかな、うん、をお買い物してきたんですけど、それぞれがなんか好きなブランドとか系統もバラバラだからお楽しみだと思います。はい、それでは購入品紹介していきましょう。はい、レッツチェゴー。はい、ということでまずはるかから購入品紹介をしていきます。はい、私は多分5万円ぐらい買っちゃった。おー、高いお洋服を買ってみたかったの。うん、一着が1万円以上するお洋服。まず1着目こちら、ダダーン。なんだそれ、かわいい。こちらマジ一目惚れ。これにルーズソックスとか履いて、あと服履いたらめっちゃ可愛いと思うし、ここが可愛いの。ここかわいいね。こちらの上の服は1万7000円ぐらいでした。おお、結構しますね。しかも多分冬から春まで着れるじゃん。春着る着る着る。でもなんかタオル生地だからワンチャンいけそう。袖がポワーってしてて、かわいい。形めっちゃかわいい。こんな感じです。わー。次に、はるかはもうラフォーレで全部揃えたんですけど、うん、こちらでーす。あー、わかんねえ。わかんねえ。はい、こちらは2つでトータル3万6000円ぐらい。おー。え？これ着てみるね。めちゃくちゃかわいい。着てみないとかわいさわからんから着てみるね。こちらでーす。わー。おー。結構オーバーサイズだね。そう。うちがね、見せたいのはここだけじゃないんだよ。いきます。まさか。こうやって破けます。おー、すごい。そして超かわいい。取れるんですよ。おー、なのでハンズボンになります。ハンズボン、素早くない？マジで。かわいい。かわいい。なんかさ、生地もさ、冬じゃなくても全然いけんじゃん。あ、そう、絶対これはね、オールシーズンいける。うん、全然いける。で、こちらは、ラフォーレの地下1階の、こちらのお店で買いました。うん、ちょっと読み方がわからない。しかもこれピンクもありましたよ。あ、買いまーす。一人お願いします。じゃあ、続いて、私の購入品紹介いきまーす。はい。じゃじゃん。これは新宿ルミネにあるんですけど、うん、このブランドがめちゃめちゃ好きで。めっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛い。わかる。ちょっと個性的っぽいんだけど、シックな感じも含まれてて、うん、なんか中に白いロンティーとか着てでもいいし、うん、こう形もめっちゃさ、そう、可愛いんだよ。セールで4000円ぐらい。お、安い。安いよね。これはもう買うしかねえと思って買いました。うん、続いて、向かいのお店に、ペイジボーイっていうお店がありまして、ずっとね、欲しかったものなんですよ。じゃじゃじゃーん。あー、これか。そう。こういう形の短パンずっと欲しくて。かわいい。生地感もなんかちょっと、ラフなんだけど、うん、なんかちょっとしっかりしてる感じで。あ、しっかりしてるわ。ゴージャス系な服にも合うし、うん、ボーイッシュ系な、ちょっとストリートっぽい服にも合うから、うん、めっちゃ使い勝手いいなって思いました。うん、これは、6000円ぐらいです、ね。あー、結構するんだね、うん。続いて、ページボーイの中に、ちょっと一目惚れした商品がありまして、うん、こちらです。じゃじゃじゃーん。かわいい、めっちゃかわいい。めっちゃなんか形がさ、個性的な形で、ウエストもしっかりなんかキュッてしまってる感じ。ね、めっちゃ女の子らしくて。これも6000円くらいです。続いてですね、はい、アットコスメ行ってまいりました。あー、いいねー。ちょっと私今年は美白女子を目指したいなと思ってて、はい、結構私美容に無頓着で美白頑張ろうと思って、うん、結構何点か購入したんですけど、うん、こちら、プルーン、プシュー、メラニン CC、 メラノ CC 美容液。確か1200いくらぐらいですか、うん、これの化粧水は持ってて、プチプラの中でもめっちゃいいっていうやつなんですけど、これの美容液をセットで使ったら、ちょっと相乗効果で美白になるかなみたいな。続いてですね、はい、乳液を持ってないんです。なので、プルーチアルビオンエクサージュホワイト、ホワイトライズミルク2。これね、なんかアットコスメで乳液ランキング1位か2位ぐらい。めっちゃいいね。あ、いいなと思ってカゴに入れたら店員さんに話しかけられて、私もこれ使ってるんですけど1ヶ月間、超白くなりますって言って、待って、もう欲しい。マジ？めっちゃ気になる。 110g 3000円です、うん、あ、そうなんだ。まあまあまあいけるかなぐらいの値段じゃ、これ超多分いいと思う、試してみます。そしてですね、乳液も持ってなければクリームも持ってない。何も持ってないじゃん。そろそろちょっと乾燥がね、負けるなと思って、うん、それでいろいろ買い出して、あ、そうなんですね、プルル
あーファーストエイジングケア、ポツンとニキビを防ぎ、潤いを続く、ツヤ玉のある肌へ。おー、はい。とにかく保湿をね、しっかりこれで、美白ケアしてから保湿をして、蓋をするっていうね、工程をやりたいなと思ったので、うんうん、これもアットコスメのクリームランキングで、2位か。ぐらいのやつです。これはですね、60g 2000円です。おー。まあ、顔だけに特化してはいけませんという。ボディーにもしっかりクリームを。ホワイトコンクっていうやつなんですけど、私、これの塗って水で洗い流すボディーソープみたいなやつ。ねえ、マーも持ってた。あ、使ったことある。どう？わかんない。でも塗る方はやったことないから。それを持ってて、お風呂上がりにしっかりこれでやるっていう。ことをしようかなと思って、うん、ダブルでやれば効果あるんじゃない？あ、マジ、うん、1個だとそんなにないのか、うん、もしかしたらね以上です。おー、そしてですね、大好きなブランドではあるんですけど、まあ高くてあんまりちょっと買い物はないんですけど、ジョワイヨン XU、 じゃ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 ーん、パーカーなんですけど、まあ形はこんな感じです。うん、普通になんかこう着るパーカーが欲しくて、これ8000円だったんですけど、なんかレジ行ったら30ファビキでで、指輪買いました。お、私指輪ね、すぐなんか錆びちゃったりなくしたりするから、これなんかつけ心地いいなと思って大事にしようと思います。多分1300くらい。あ、そうなんだ、うん、以上でーす。イエーイ、マホの購入品いきまーす。まず、みんなが憧れるであろう、チャネルに行ってきました。やば。最近、大人の女性になりたいなと思って、大事。デパコスに手を出しております。おうちがアットコスメでプチプラにしたいと思ってる。リップでーす。ラメが入ってるグロスです。ちょっと、つけますね。うん。わかるかな？やっぱシャネルだから上品な感じだね。そう、手にやったらこういう感じ。はい、お値段は多分5500円くらいです。さっか、大切に使いたいと思います。続いては、はいはい、ディオール先生。まず、はいはい、ずっと気になってたのね、うん、SNS でこれすごい話題になってて、うん、ディオールのコンシーラーです。おー、伸びもいいし、あの長時間キープされる。値段は5000円くらいかな。うん。あ、結構太いんだね。太い、めっちゃ太い。だからもうファンデーションじゃなくて、これで終わらせてる。嬉しいでーす。めっちゃいい。そりゃそうだよ。そうしましたら、はいはいはい。こちらは、ヴィンテージショップでディオールのものを買いました。はいはい。ディオーディオー。何それ。シュアリできちゃう。ディオールのブレスレットでーす。かわいい。めっちゃ可愛いの。しかもこれハートになってるんですよ。値段は2万円くらいでした。わお、え、高っ。そう、高いよね。でもね、ディオールのアクセサリーめっちゃずっと欲しかったから。いいの、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。しかもハートが魔法って感じ、ね、そう。私の購入品は以上です。可愛い。はい、ということで購入品紹介終わりました。まあ、みんなもストレスが溜まったら、たまには爆買いしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで、以上、チェアでした。ヤンパパンピピーン。